さあ皆さんこんにちは。ほうれん草の収穫はこんな感じで行われてるのを知ってるかね。ここからうめえほうれん草がいろんなところに運ばれていくわけだね。寒い中農家に感謝とはまさにこのことで、今は中から乾いてるんで雨が全然降んねえから、かなり農家は大変だと思う。